イキングジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z、 プラレール Z 合体からこちら、シンカリオン Z アルファ X、 新幹線モード、そしてシンカリオンモードを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら、 H5 はやぶさの発売から約4ヶ月だね、ついに登場しましたシンカリオン Z アルファ X を紹介していきたいと思います。でね、もういろいろと気になることだらけっていうことで早速箱の方から見ていきましょう。シンカリオン Z アルファ X、 もうこのねロゴの段階でめちゃくちゃかっこいいんだけど、パッケージの方にはね、ご覧の通り新幹線モードのアルファ X、 さらに上の方にはね、ででんとかっこいいね、ほんとかっこいいシンカリオンモードのアルファ X がデザインされています。でね、見た目はもちろん武器とかもねいろいろ気になるところではありますが、ここでね注目してほしいのが右上のこの部分、これがね Z 合体対応箇所になっていて、他のね Z 合体シリーズ同様に、シンカリオン Z アルファ X も両腕両足この赤くなってる部分だね、ここが Z 合体対応箇所となっております。そして側面の方を見てみるとね、ここがいつもとちょっと違うんだよね。側面の方にはいつもなら、変形の様子、変形の流れがねダーッと紹介されているんだけど、今回は、シンカリオンモードのアルファ X と、さらにこれはセット内容だね、セット内容の方がこちらに紹介されている感じです。ってなるとね、裏面の方の説明も気になりますが、その前に反対側、ここはねいつもと変わらずだね、かっこいいデザインです。アルファ X のロゴとともに、シンカリオンモードのアルファ X、 そして新幹線モードのアルファ X がご覧のようにデザインされています。はい、そんな感じで気になる裏面、おーかっこいいっすね。基本的にねここで紹介されている内容はこれまでね、登場してきた Z 型シリーズと同様に、まあ E956、アルファ X がどんな車両なのかとか、シンカリオン Z アルファ X がねどういう性能を持っているのか、さらにね、武器はどんなものを使用するのかなんていうことが紹介されているんだけど、おーいいね、ちなみに武器の方がグレート X ソード、さらにアルファ X キャノン X スピア、なんかねどことなくダークシンカリオンをこう彷彿とさせるような感じなんだけどね、詳細の方はどうなっているのでしょうか。何かねアニメの続報が欲しいところなんですが、で、下の方にはこれがね Z 合体システムとはっていうことで、まあね、Z 合体をするとどんな感じになるのかなんていうのが紹介されていて、まあ、さっきねパッケージ表面にもありました Z 合体対応箇所、そこをね、そこで Z 合体をするとどんな感じになるのか、どんな Z 合体ができるのかっていうのがね、その一例の方がこちらで紹介されています。もうねここでじっくり見ちゃいたいところなんですが、この後開封した後のね楽しみっていうものが半減してしまうので、この辺にしておいて、シンカリオン Z アルファ X 早速箱の方から取り出していきたいと思います。もちろんね開封はあのシンカリオンに手伝ってもらいましょう。お願いします。さあいかがでしょうか。いつものことながらねドカンと開封してみました。でこれがね、梱包状態になります。今回3両編成で、でもね武器の数がすごく多いからどうなってるのかなって思ったんだけど、まあ収まる範囲だよね、で裏面の方にもパーツが入っていて、こっちのボリュームがすごいのかなって思ったけど、まあ、特別そういうわけでもなさそうなんだよね。なんかすごい不思議な感じがする。まあでもね梱包から外してみてっていうところもあるので、梱包状態から取り出していきたいと思います。どうですかやっぱね、まあ、3両編成っていうこともあるんだけど、パッと見はね他の Z 合体シリーズと大差ない感じはする。うん、だって武器の量的なことで言うとダークシンカリオンと同等だもんね。やっぱ編成数の問題なのかな。いやー不思議ですねっていうことで、楽しく遊ぶ前に、必要なものといえばこちら、ラベル。やっぱねなんか枚数の方は他に比べたら多いです。多分 5、6枚。うん、全12種類で、番号かぶりのものもあるので全13枚だねって感じになっているんだけど、ラベルの貼り方に関しては、これもいつも通り別枠でラベルの貼り方編のね動画の方を公開しているので、ラベルの貼り方に困った際はそちらのね動画を見ていただければ、一緒にね一発で貼ることができる内容になっていると思うので、よかったらね、そちらの方も、この動画の下の説明欄の方にリンクがあるので、よかったらチェックしてみてください。でさらに楽しく遊ぶために必要なものといえば、事前に見ておかなくちゃいけないものといえばこちら、取扱説明書。結構ねボリュームがある感じなんだけど、まあ、パッと見、まあ、初見でねいつもと違うなっていうのがここにあるはずの Z コードがないんです。
そう、今回のねアルファ X 箱の方もそうなんだけど、Z コードがないんだよねっていうことは閉塞解除できないんです。まあそりゃそうだよね。うん、多分当初ねアニメの方でも登場する予定はなかったのかな。うん、でもやっぱねないと寂しい感じはしちゃうんだけどって、まあその話は置いといて、ね、早速変形の方を始めていきましょう。まずはこちら、新幹線モードの組み立て方ということで、シンカリオン Z アルファ X 新幹線モードに変形していきましょう。よし、それじゃあね、新幹線モードの方に変形していきましょう。で、変形方法の方はね、基本的に取扱説明書の手順通りに行っていくので、一緒にね、変形している方は特に取扱説明書と照らし合わせながら、動画の方を見ていただければと思います。で、何番の工程をね、行っているのかっていうのはこの辺に表示させておくので、そこもね、確認しながら見ていただければと思います。それでは始めていきましょう。まずは1両目の変形。使用するのはご覧のパーツとなります。ってことで、まずは1番目の工程からだね。使用するのはこちら、1両目ボディ。このボディ部分をまずはね、収納して、頭を収納。で、ハッチを閉じます。続いて2番目の工程、使用するのはこちら、1両目アーム A、B。これはね、こんな感じに組み合わせるだけです。うん、で、組み合わせたら、先ほどね、変形させた1両目ボディに、カチッと、このように取り付けていきます。ここまで来たらね、もう1両目は完成間近です。この部分に台車をね取り付けていくんだけど、前の方に来るのが台車 B、 連結器がない台車だね。うん、でググッと押し込むような形で取り付けたら、続いて後ろの方にはこちら台車 A、 このタイプの連結器が付いてるものだね。これもね、台車 B 同様にグッと押し込んだら1両目の変形は完了です。さあ続いては2両目の変形でね、使用するパーツはご覧のパーツになります。はい、そんな感じで始めていきましょう。まずは2両目1番目の工程。使用するのは、まずはね、これだね、2両目カバー。で、2両目カバーなんだけど、この中にね、収納するパーツがありまして、こちら。X マスク。で、これを収納していくんだけど、まあ、向きに注意だね。2両目カバーの形を見ながら、連結器がね、出てくるところ、ね、広くなっている方、狭くなっている方、まあ、そこを確認しながら、このような形で取り付けます。で、ここまで来たら、2両目シャーシ。まあ、これも向きに注意しながら、ね。2両目カバーの向きに注意しながらっていうところで、まあ、こんな感じに取り付けていきます。ってことでね、2両目もうね、変形の方はこれで完了なんです。で、完了なんだけど、2両目にはね、武器パーツの方も取り付けられるということで、こちら、まずはね、バックパックと X キャノン、この2つをね、こんな感じにグッと押し込むような形だね、うん、に組み合わせて、組み合わせたものをこの部分がね、向かって左側の穴のところに合わせて、これもグッと押し込むような形でこんな感じに取り付けます。うん、で一度これは置いといて、3番目の工程、反対側にもね、付けるパーツが武器の方があるんだけど、まずはこちら X ソードとアルファブラスター、これをねこんな感じに組み合わせて、で組み合わせ終わったところにこれだね、 X スピア、うん、X スピアを向きに注意しながらこんな感じに取り付けます。で、もう片方も同様に取り付けて、すごいね、なんかもうこれで武器が成立しちゃうくらいかっこいいよね。うん。で、この状態になったら、今度は反対側のね、この部分だね、一番端、うん、一番端のところにこんな感じに取り付けたら、2両目、武器を装備した状態、まあ、装着収納した状態の変形も完了です。いや、なんかこれめちゃくちゃかっこいいね。過去一好きかも。はい。そんな感じでどんどん進めていきましょう。ラスト3両目の変形。で、使用するパーツはご覧のパーツになります。じゃあ始めていきましょう。基本的にはね、他の Z 合体シリーズと同様にって感じではありますが、まずはこちら3両目ウエスト。このね、ウエストパネル。ここがね、開いている状態になっているのか確認して、で、この部分だね、ここに取り付けるパーツがこちら。3両目フット。この部分だね、ここの穴の部分。ね、ここを合わせてグッと押し込むような形で取り付けたら、反対側も同様に、もう片方のね、3両目ウエストを挟み込むような形で、ウエスト、3両目ウエスト挟み込むような形で、こんな感じに取り付けます。で、取り付け終わったら、今度は前の方につけるパーツだね。こちら3両目カバー。3両目カバーを、これもね、3両目ウエスト挟み込むような形で、
こんな感じに取り付けます。で反対側も同様に、3両目カバー、今度は B だね、3両目カバー B をグッと押し込んで、ちゃんとねはまっているのか確認したらもう完成間近。1両目同様にこの部分だね、この2箇所に台車を取り付けていきます。で前の方に来るのがこちら台車 B、 グッと押し込んで、で後ろの方にはこちら台車 C、 連結器はこの形のものだね、これをねグッと押し込んだら、はい、3両目の変形も完了です。はい、そんな感じでね、ご覧の通り1両目から3両目までのね、変形の方が完了しました。完了したっていうことはね、あとは連結させて遊ぶだけなんだけど、連結方法の方は、シンカリオンじゃなくて通常のプラレールと同じくカチッとするだけなんです。でもね、ここもいつも通りと言ってはなんですが、少しだけね、かっこよく連結させてください。はい、そんな感じで連結開始。さあいかがでしょうか、シンカリオン Z-α-X 新幹線モード。もうね、ご覧の通りめちゃくちゃかっこいいよね。うんでね、もしかしたら知らない方もいるのかなっていう前提でお話しさせてもらうと、この車両実際に走っている車両です。実在する車両です。うん、今日もね、実際に会いに行ってみたんだけど、いやーねなんて説明すればいいんだろうってくらいね、これが走ってるのかっていう感動があります。でその動画っていうのもね、公開しているので、ちょっと前になるのかな、うん、よかったらね、バイキンのジョーのチャンネルの中からその動画探して見ていただければと思います。いろいろとね、ここでは話すと長くなるようなうんちくを入れながら、α-X に合っているので、ほんとね一度見ていただけると嬉しいです。忘れてなければこの動画の説明欄にリンクの方貼っておきます。で、遊び方がね、この新幹線モードでできる遊び方っていうのが、ご覧のようにね、プラレールの曲線レールの上を手転がしでね、走行させることができたり、まぁ、ちょっとね、レールの種類だったり、レイアウトによってはね、走行できないパターンっていうのもあるので、まぁ、確実なところで言うと、2両目カバーに取り付けたパーツ、それをね、取り外せば、大体の、プラレールのレールの上は走行を手転がしでね、走行させることができる感じとなっております。で、こんだけかっこいいとね、やっぱり電動走行させたくなるとは思うんです。うん。そんな時に、活躍するのがこちら。はい、これシンカリオンじゃないよ通常のプラレールの方のね、 α-X、 こちらも発売しています。うん、これと、まあ、連結器の方がね、共通のものとなっているので、うん、互換性があるものとなっているので、これとね連結することで電動走行させることは全然できます。はい、でもちろんね、 α-X だけじゃなく、他のねプラレール動力車と連結することで電動走行っていうのは全然可能なので、うん、いろんなね、プラレールと連結させて電動走行を楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでね、もうね次の変形皆さん気になっていると思います。っていうことで続いてはこちら、シンカリオンモードの組み立て方ということで、シンカリオン Z-α-X シンカリオンモードに変形していきましょう。シンカリオン出発進行。よし、じゃあ今度はね、シンカリオンモードに変形していきたいと思います。で、変形方法の方はね、新幹線モードに引き続き取扱説明書の手順通りに行っていくので、何番の取扱説明書的にね、何番の工程を行っているのか、この辺に表示させておくので、動画を見ながらね、一緒に変形させている方は取扱説明書と照らし合わせながら動画の方を見ていただければと思います。で、変形のイメージとしては、1両目が上半身、で、2両目が武器の取り外し、で、3両目がね、下半身に変形する感じです。イメージできましたでしょうか。はい、そんな感じでね、早速変形の方を始めていきましょう。まずはこちら、上半身の変形ということで1両目から変形していきます。でね、1番目の工程が、主にね武器じゃないパーツの取り外しになるんだけど、こんな感じにね台車を外したり、あとは1両目アームを取り外したり、1両目アームを2つに分けたり、
新幹線モードと逆の手順だね。はい。っていうことで、ここからが変形です。2番目の工程。1両目アームをね、変形させていくんだけど、ジョイントを上げて、で、前腕を引き出す。引き出した前腕のパネル部分をスライドさせて、で、ここまで来たら肩を回す。こんな感じ。これでね、腕の変形は完了なんだけど、もう一つあるからね、同様の手順で変形させていきましょう。ジョイントを上げて、前腕を引き出して、で、パネルをスライド。肩を回す。うん、簡単でしょ。これで、腕の変形、1両目アームの変形は完了です。基本的な変形はね、これまで登場してきた Z 合体シリーズと、まあ、同様なものになるんですが、一部違うところもあるので、動画の方最後までしっかり見ていただければと思います。っていうことで、上半身の変形3番目の工程。今度はね、1両目ボディを変形させていきます。ハッチを起こして、で、ハッチを倒す。カチッとなるまで倒します。で、頭を引き出して、で、くるっと回してボディ部分、ここがね、カチッとなるまで、こんな感じに引き出します。で、4番目の工程。今ね、変形させた1両目ボディに、先にね、変形させた1両目アーム。このね、2つを取り付けていきます。反対側もね、同じように取り付けて、はい、これで1両目の変形、上半身の変形は完了です。さあ、どんどん進めてまいりましょう。次はね、変形っていうより武器の取り外しになります。2両目。これもね、新幹線モードの時と逆の手順になるんだけど、各ね、パーツごとに取り外していく感じです。こうバラバラにする感じだね。で、武器の方をバラバラにし終わったら、これで終わりじゃなくてね、もう一工程あるんだよね。こちら、X キャノンとアルファブラスター。このね、2つを組み合わせていくんだけど、このね、穴の部分だね。ここを合わせる感じ。うん、向きに注意なんだけど、ここを合わせる感じで、組み合わせたら、とりあえず、まあ、ひとまずっていうところで、武器の取り外し、うん、変形的なところは完了になります。はい、そんな感じでね、次が、車両としてはラストだね。下半身の変形っていうことで、こちら3両目。で、1番から2番までの工程はね、これも新幹線モードと逆の工程です。うん、台車を取り外して、でね、合体している各パーツ、これをね、それぞれ取り外していきます。順番的なところで言うと、必ずね、この動画の通り、3両目カバーから取り外してください。うん。じゃないとね、爪の折れる原因になったりとかね、うん、破損の原因につながるので、必ずね、この順番だけは守った方がいいと思います。って感じで、ここからが変形です。3番目の工程、使用するのはこちら、3両目クッド。パネル部分を開いて、つま先になる部分、ここを引き出します。で、つま先元、足の部分だね、かかとからぐっと引き上げて、横にあるパネル部分、ここも引き出します。はい、これで、3両目フットの変形は完了です。でね、もう一つあるので、同じようにね、変形させていきます。パネルを開いて、つま先を引き出す。で、かかとの部分からね、足全体を引き上げて、横にあるパネル部分も引き出す。一見難しいけどね、これ慣れればすごく簡単です。っていうことで、続いては4番目の工程。まずはね、こちら3両目ウエスト。パネル部分をしっかりとね、上に上げて、少しだけ足を開いてあげたら、先ほど変形させた3両目フット、これをね、取り付けていくだけです。カチッと押し込む感じだね。反対側も同じように取り付けたら、これで3両目の変形、下半身の変形も完了です。って感じでね、大まかなところの変形は完了したんですが、アルファ X もね、800ツバメ同様に、翼の変形っていうかね、翼を組み立てる工程もあるんです。っていうことでやっていきましょう。こちら、バックパックだね。バックパックのこの部分、ここにこちら、3両目カバーを取り付けていきます。うん、一番端の部分の穴だね。ここを合わせて、こんな感じに取り付けます。で、反対側も同じように、3両目カバーを取り付けたら、はい、お疲れ様でした。基本的なところのね、変形はこれで全て完了になります。で、これはね、余談ですが、余剰パーツだね。台車はね、基本的なところで、まあね、使用しないので、なくさないようにっていうところでね、上は2両目、うん、中間車の中に台車を入れちゃうんです。で、連結器がついている台車に関しては、もう2両目にね、連結しちゃう形で、こんな感じに収納すると、うん、台車をなくしたりとかね、っていうことも少なくなるんじゃないのかなと思います。はい、余談でした。続きをどうぞ。は
はい、っていうことで全ての変形が完了しました。あとはもうね、組み合わせていくだけ、合体させていくだけです。っていうことで一番最初にやっぱこれやろうね。上半身下半身の合体、上半身の穴の部分と下半身のジョイント部分、ここを合わせる形でカチッとなるまでね押し込みます。で、先ほど完成させた翼、翼を後ろのこの部分がね、ここにカチッとなるまで押し込んで、で、両腕手首の部分、ここにこちら X スピアを取り付けていきます。反対側も同じように取り付けて、ラスト左手拳部分にアルファ X キャノン、そして右手拳部分にグレート X ソードを装備させたら、シンカリオン Z アルファ X シンカリオンモードの完成。さあ、いかがでしょうか。シンカリオン Z アルファ X シンカリオンモード、かっこいいよね。ここでね、なんかもう早速一つと思っちゃったんですけど、今回はアルファモードとか X モードとかないみたいなんだよね。うん、まあ Z 合体とかがどういう呼び名になるのかっていうのも気になるところではありますが、まあそれは置いといて、早速稼働の方を確認していきましょう。まずは頭の部分だね。基本的なところはね、これまでのシリーズと変わらないかなと思ったんだけど、結構ね、角度的なところが微妙に自由度が高くなってる気がしてるんです皆さんはどうでしょうか、どう感じられたでしょうか。そして腕の可動だね、うん、ここもね、くるっと1回転できるくらい、まあ、今回翼がついてるからね1回転はできないけど、1回転できるレベルで動いたり、ね、腕の方もこんな感じにほんとね、いろんな角度で動かすことができます。手首のところとかね、まあ、反対側の腕の方もね同様に動かすことができたり、このねほんと手首の可動だよね、ここ結構重要だと思う、ポージングを決める上では。うん、もうね、こんな感じに自由に動かすことができて、あとはね、ぐるっと後ろの方に行きまして、翼の部分、ここもね、もちろん動かすことができて、畳むこともできるし、飛行モードにね、上に上げて飛行モードにすることもできます。まあ、基本的にね、飛行モードがデフォルトなのかな。で、あとは腰の可動、ここの部分もね、これまでのシリーズ同様にこんな感じに動かすことができて、で、結構ね、これかなり重要なポイントだと思ってます。足の可動、もう本当にね、うん、いつも思うけど自由度が高いんだよね、本当に。前後左右太ももの角度でね、いろんなポージングを決める上で重要なこのね、足首、ここもねかなりしっかりとした作りになっているので、ありとあらゆるポージングにね耐えられるような、うん、そんな作りになっています。そしてね、これレビューの時にいつもやるから、またかよバイキンのジョーなんて思っている方もいるかと思いますが、どのくらいね足が上がるのか、ここをね見せる上ではやっぱこのハイキックのポージングだよねこれを見ていただくと、いかに自由度が高いのか、そこまでできるなんていうね驚きを感じてもらえるのかなといったところで、必ずこれ紹介してます。はい、いやだってこれすごい角度でしょさすがにね、ここまで足を上げると立位保持はなかなか難しいけどね、自由度の高さ分かっていただけたでしょうか。アニメとしての面白さはもちろん、おもちゃをね、このおもちゃ大人が欲しくなる理由っていうのはここにあると思う。はい、そんな感じでね、アルファ X といえば、うん、まあ、Z からね見始めた方は知らないかもしれませんが、そう、映画版の無印、新幹線変形ロボシンカリオン Z、 未来から来た新速のアルファ X にも登場していたんです。で、そのアルファ X っていうのがこれなんだけど、その当時と比べてみて機体に何か変化はあるのかなといったところですが、まあ、顔の方がねご覧の通り、まあ、ベース的なところは同じだよね。もちろん変化はあるけれど、マスク部分とかね、うん、まあ、いろんな箇所で変化はあるけれど、基本となる部分では同じなのかなっていったところで、とはいえね、まあ、全体見渡してみると、まあ、全然違うんだよねうん、翼のあるなしはもちろん、あ、おもちゃとしてはね今気づいたんだけど、ここのライトね、ラベルありなしだよねいや、あった方が良かったよね、これに関しては。まあ、その分ねプラスになっている部分とかねその他もろもろ多々あるわけですが、まあ、パッと見の印象で言えるところ、まあ、簡単なところで言うと本当簡単だけど、色合いがねやっぱ今回シンカリオン Z になってから全体を通して、まあ、これまで発売してきたものを通して言えるんだけど、色合いめっちゃ綺麗っていうか鮮やかになったんだよね。うん、まあ、その分ね、なんかこう高級感って言ったらまた違うけどね、迫力があるものになっているんだなっていうのはね、うん、毎回のことながら実感しております。やっぱね Z 版はアニメの方で登場していないし、
登場するっていうアナウンスもないから、動いてる様子がわからないとね、ちょっとこれ以上何も言えないっていうところではあるんだけど、まあ、過去のもの、と比べるとね、これだけ進化しているんだよっていうのをね、感じ取っていただければいいのかなといったところで、企画でございました。はい、といったところでね、ここでいつも通り、これもいつも通りでございます。パッケージにね、紹介されているポージング、ここでね、一つ再現してみたいと思います。まあ、いつも言っているんだけど、ポージングね、箱で紹介されているポージング、実際にできるのできないのっていうところでね、まあ、実際にはこのポージングあくまで見本ですよ、できませんよっていうね、玩具が多い中、シンカリオン Z のこの玩具に関しては紹介されているポージング全然できちゃうんだよっていうのをね、ここで紹介したくていつもこの時間を設けているんですが、まあいろいろ悩みましたが、今回はねこれにしようかなっていうところで、こちらのポージング再現していきたいと思います。って言ってもね、ポージング自体はすごく簡単で、さっきね、可動箇所を説明している時に見ていただいた通り、もっとすごいポージングができるんですけど、やっぱりね、パッケージで紹介されているものができるのかできないのかっていうところが、重要だと思うので、今回はね、そこに焦点を当てて再現していきます。基本的にね、上半身は比較的簡単に決まるんだけど、下半身なんだよね、足の角度とか、まあ、太もものあたりのね、角度を調整したり、そこら辺がね、うまくできるようになれば、ほんと簡単にね、再現することができるんだけど、はい、いかがでしょうか？再現できていますでしょうか？ご覧の通りね、もう何度も言いますが、パッケージに紹介されているポージング、このようにね、決めることができます。できるので、アルファ X をね、購入した際は、ジョーみたいにね、パッケージの再現やってみてはいかがでしょうか？ってことでね、基本的な、まあ、シンカリオンモードでできる基本的なね、遊びの方は紹介しましたが、あとは Z 合体なんだよね。で、今回 Z 合体は、やりません。やらないっていうよりね、Z 合体自体が今回に限っては、いつもとやり方が違うみたいです。トリセツの方もね、さっきちらっと見てみたんだけど、やっぱりね、若干っていうか、まあ、いつもとやり方が違ったので、この X マスクとかもそうなんだけど、この動画のね、冒頭にも言いました通り、今回は、新幹線モード、シンカリオンモード、この2つだけにして、Z 合体。そしてね、これが、超絶合体になるのかな？まあ、ちょっとね、そこら辺の説明がなかったんだけど、この2つの合体に関しては、次回紹介します。じっくりと。今回みたいにね、変形方法の方をじっくりと紹介しようと思っているので、今回やらないの？なんて思わずにね、次回の動画を楽しみに待っていただければ、しっかりとしたね、説明をお届けできると思うので、次にね、公開される Z 合体、そして多分超絶合体の動画も、ぜひね、チェックしてやってください。よろしくお願いします。はい、っていうことでいかがでしたでしょうか。今回はね、新幹線変形ロボシンカリオン Z、プラレール Z 合体からシンカリオン Z アルファ X、新幹線モード、そしてシンカリオンモードの紹介でした。といったところでね、次回は、まあ、先ほども言いました通り、E5 アルファ X の組み立て方、そしてアルファ X 山手 NEX の組み立て方、この2つの方もね、紹介していこうと思っているので、よかったらチャンネル登録をして動画の方を待っていただければと思います。そしてバイキンのジョーのチャンネルではね、シンカリオンの動画は、無印シンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広くたくさんのね、動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。